どうも、皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第265回。俺的映画速報では、今週の映画興行収入動員数ランキングを見ながら、エンタメのトレンドについて語っていきますということで、はい、4月19日から21日までの、全国国内映画興行収入動員数ランキングが、興行通信社より発表されましたということで、今週はこんな感じですね。上位結構ね、動きがありますが、その下はね、さほど、まあ、順位がちょっとね、入れ替わってはいるぐらい、ですね。はい、というわけでまずね、もう皆さん注目の、第1位は、先週に引き続き、名探偵コナン、100万ドルの道しるべということで、いやーもうね、前回、初週がね、とんでもないことになっていたんですけど、さあ、2週目はどのくらい落ち込んでしまったのか、ちょっとチェックしてみましょうかね。名探偵コナンは初動型と言われていて、1週目はめちゃくちゃ稼ぐんですけども、2週目以降の落ち込みが激しいことで、まあ、有名というか典型的なね、初動型だったんですけど、前作、名探偵コナンの、黒金のサブマリンは、なかなかね、こう、報酬がね、落ち込まずに、最終的には、悲願の100億円を突破したどころか、138億円ぐらいまで行きましたよね。さあ、この、100万ドルの道しるべ、前作を超えることができるのか、ってことなんですけども、まずですね、この3日間、週末3日間で、動員がなんと、132万7千人、公衆19億2100万円を上げて、2週連続で1位に輝いたわけなんだけど、累計成績は動員が447万人、で、興行収入がなんと2週目にして、もうね、65億円突破ですよ。65億円。化け物ですね。まあ、名探偵コナンはね、まあ、もう、時刻表って言われるくらいに、まあ、とんでもない上映回数でね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、まあね、名探偵コナンのおかげで、まあ、ちょっとね、映画館が、名探偵コナンに占拠されちゃってですね、まあ、他の作品が、あんまりかからなくなった。もしくは上映回数がね、めちゃくちゃ少なくなったということで、まあ、名探偵コナンファンの人にはいいかもしれないけど、別にコナン好きじゃない人たちからすればですね、これはいい迷惑だなってことでしょうけども、はい。まあ、そんなわけでね、まあ、どちらにしてもの興行収入がもう65億円ということで、2週目にしてね、これですから、で、こっからね、まあ、今週から、ゴールデンウィークに突入していきますから、おそらくね、またこう、報酬を、またさらに伸ばしていくのは間違いないんで、これはもうね、ほぼ絶対に100億円は超えると見ていいでしょうね。なんかよほどのことがない限り、100億円はもう超えるどころか、これはね、前作の黒金のサブマリン超えも、もはや視野に入ってるんじゃないでしょうか。ねえ。まあ、だいたい、前作の半分近くまでね、2週目でも稼いじゃってますから、これはもう完全に、サブマリン超え、もうかなりね、視野に入ってきてるんじゃないかなということで、さあ今後この名探偵コナンがどこまで記録を伸ばせるのか、注目したいなと思っておりますけども、ほんとね、どこまで伸ばせるのか。っていうかね、まずね、僕ね、個人的に一番注目したいのは、まあ、興行収入の記録もさることながら、この名探偵コナンを周囲から引きずり下ろすのは一体どの作品なのか、それがいつなのかっていうことをね、ちょっと推察していきたいななんてね、今後思っておるわけなんですけども、まあしばらくは現れないでしょうね。2週目にして19億円でしょ？まあ来週あたり、ガーンと落ち込んでも15億円とか、ね、14億円とか、ですからね。もう初週だけで10億超える作品なんて、そうそうないですから。ね、2週目で19億とか、やっぱちょっと桁違いの化け物ですね。これが入場者特典一切つけずに、まあ少年ジャンプ系の映画、アニメ映画は、だいたい入場者特典でお客さん釣ってますけども、そういうことを一切せずに、この記録を叩き出しているっていうのは、本当にすごいなと思いますよ。さあ、どこまで記録を伸ばせるのか。で、このコナンをね、100
引きずり下ろすのは、首位から引きずり下ろすのは、どの作品なのかってことですね。そして、第2位ですね。劇場版ブルーロックエピソードなぎっていうんですか、初登場です。累計発行部数3000万部を超えるサッカー漫画を初アニメーション映画化したものです。初日から3日間で動員33万7千人、公衆が4億6300万円となっておりますということでね。まあ、本当に日本はもうガラパゴスですね。アニメが強い強い。まあ、特にこういう大型連休に入ると、もうひときわアニメの強さっていうのがね、引き立ちますね。まあ、それでもね、まあ、これ初アニメーションですから、それで、まあ、4億6300万円っていうのは、まあ、すごいなと思いますね。どうでしょうかね。これ、20億はいくかな。どうだろう。まあ、当面の目標は20億円といったところですかね。まあ、これからね、ゴールデンウィークがありますから、そこでどれだけ、記録、講習を稼げるかって、そこにかかってますよね。20億円いくかどうかですね。ただ僕、この劇場版ブルーロックという作品知らないんですけども、これあれですか？何か総集編か何かですかね？なんかそんな話も聞いたことあるんですけども。はい。だからまあ、もしこれがね、総集編的な、立ち位置であると、今後どれだけね、記録が伸びるか。もう大体、総集編的な立ち位置になっちゃうと、一年さんはあんまり見に行くことはないと思うので、まあこれがね、初週がピークになっちゃう可能性もありますよね。だから初動型かもしれませんね。はい。そうなると20億はちょっと難しいのかな。どうなんでしょう。まあ、興行収入次第では、他のエピソード、なぎってこれキャラクターの名前ですかね。まあ他のエピソードも語られたりするでしょうから、まあそれでももうね、初週で4億6300万円も稼いでますから、まあ大々成功ですよね。だからまあおそらく、次回作もこれ期待できるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。まあ何にしてもね、日本はアニメ強すぎますね。そんなアニメがね、めちゃくちゃ強い中、なんとか食い込んできたのがこの陰陽師ゼロですね。初登場です。初日から3日間で動員18万7千人、公衆2億5500万円を記録しましたということで、安倍の生命生誕1100年を記念して制作された呪術エンターテインメント。夢枕漠さんの希望で、脚本、監督と脚本は、佐藤志麻子さんが担当ですね。佐藤志麻子さんは、ゴジラマイナスワンの山崎隆監督の、奥さんということになります。はい。ね。このね、陰陽師ゼロは、もう僕もすでに鑑賞済みで、昨日ね、動画、レビュー動画上げておりますので、ぜひチェックしてみてください。でね、公衆が2億5500万。まあ実写としてはね、この手の実写としては、まあ結構すごいんじゃないでしょうかね。なかなかいい成績。まあアニメとはね、もう とても比べ物にはならないけども、まあ邦画の実写で、2億円超え、特に2億5000万円超えは、まあ、この手の映画としては、かなりね、成功しているとみなしていいんじゃないでしょうかね。漫画原作ではなく、まあ、でもまあ、陰陽師はね、小説なんですよ。夢枕漠さんの原作小説が、まあ、アニメ化されたり、過去にね、アニメ化されたり、まあ、映画化ね、野村萬斎さん主演で、まあ、野村萬斎さんが安倍の生命演じていましたけども、その実写映画化もあり、舞台化もあり、アニメもあり、漫画もあり、みたいな感じでね。まあ、大規模なメディアミックスされている。で、中国でもね、なんか映画化されたみたいで、まあ、大規模にね、メディアミックス化されているコンテンツなので、まあ、それもあったんでしょうね。2億5500万円っていうのはね、なかなか大した、記録だなと思われます。まあ、どこまでね、これがね、さあ、どこまでこう、来週以降、この講習を落とさずに、動員を落とさずに、興行できるかっていうのはね、ちょっと問題なんですけども、どうですかね。なんとか、10億は超えてほしいところじゃないですかね。まあ、10億。まあ、結構ね、
CG とか、特殊効果、使ってるから、それなりに制作費かかってますよ。あと、キャスト陣もかなり豪華ですからね。制作費はそこそこかかってると思うので、10億は行きたいところでしょうね。まあ今後ね、まだゴールデンウィークがありますから、そこそこ入ってくるんじゃないかなと思いますけどね。ただね、まあ今時の人たちがこのアベノ生命にどんだけ関心を向けているかっていうのもありますね。で、平安時代でしょう。まあ、時代物ってね、鎌倉平安とかいろいろ戦国とか、明治時代とかね、幕末とかありますけども、江戸時代とか。まあ平安時代っていうのはなんか今一つね、あんまりこう人気がなさげな時代という感じが僕個人はしているんですけど、どうなんですかね。今大河ドラマがね、紫式部で、清少納言だったっけあれ。どっち？清少納言？紫式部。ちょっと忘れちゃったんですけども。あれもまあ平安時代になるのかな？ねえ。だからちょっとまあ平安が今ね、脚光は浴びてはいるんですけどね。まあ、時期的にはね、この大河ドラマで平安時代脚光を浴びているから、タイミングは良かったと思うんですけども、さあどこまでね、記録を維持できるのかっていうのもね、今後見守っていこうかなと思うけどね、まあおそらくね、あんまり伸びないのではないかなと思いますね。そこまでね、個人的には評価は僕はあんまり高くないです。で、フィルマークスなんか見てもね、かなり賛否は分かれているのかな。ただね、映像は素晴らしく良かったですよ。特殊撮影は、まあまあそこそこ見られますし、あとはキャスト陣ですよね。特に山崎賢人さんファンの方たちは、やっぱりね、山崎賢人さんね、すごくいいんですよ。やっぱこの陰陽師の安倍晴明役もかなりハマってますし、違和感あんまないんですよね。やっぱりこういう役、こういう浮世離れしたというかね、ちょっとこう、現実離れした役をやらせると、演じさせると、やっぱり若手では山崎賢人さんを右に出る者はいないのかなーなんてちょっと思ってしまいました。そんなわけで山崎賢人さんね、ゴールデンカムイとか、キングダムとか、今の国のアリスとか、それをね、掛け持ちしながら、この陰陽師ですからね。この陰陽師がまたヒットすれば、これもシリーズ化なんかされちゃったりしたら、本当に大丈夫なの？体がいくらあっても足りないんじゃないの？みたいなね。そんな感じになってますけども。どうなんでしょう。さあ、今後もね、記録はちょっとね、見届けたいなとは思っております。そして、第4位がね、こちらもね、根強い人気ですよ。公開、もうこれね、10週目なんですね。劇場版配給ゴミ捨て場の決戦ということで、前の週と同じ4位をね、キープしております。累計成績は動員683万人、そして、興行収入が97億円を突破しましたということで、さあ、あと3億円で100億円突破、もうほぼ目前ですね。さあ、大丈夫？いけるかな？どうなんだろう？ 10 週ですからね。もう、熱狂的なファンの人たちの大半はもう見ちゃってるでしょうから。ただね、幸いにもこれからゴールデンウィークがありますので、まだ見ていない人たち、もしくはファンの人たちがね、リピーターが、またゴールデンウィークに足を運ぶでしょうから。まあ、その時にね、また、それなりに動員を動かせる。どうなんでしょうね。お得意の入場者特典、ゴールデンウィークにもやるんですかね。入場者特典をね、ゴールデンウィークあたりにぶつけていけば、まあ、軽く100億は超えると思うし、まあ、東宝としてもね、100億円はなんとか超えさせたいっていうことで、おそらくね、なりふり構わず、いろんな手を打ってくるのではないかなと思うんですけどね。まあ、何にしても100億円はね、まあ、ここまで来たら突破してもらいたいなと。配給ね、劇場版配給面白かったですよね。僕も、過去の動画で、レビューしていますので、ぜひチェックしてください。そしてこちらも根強いですよね。変な家。もう変な家ね、ちょっと今回ガタンと落ち込んでしまいましたけども、累計成績は動員328万人。興行収入がなんともう41億円を超えているんですよ。これすごいですね。もう41億円とかになってくると、まあ、日本の、まあ、このアニメを除いた実写映画？日本の実写映画だともう年間でも1位、2位、3位ぐらいに入ってきますよね。そのぐらいです。だからもう今年のおそらく興行収入3本指に入ってくるのではないかな。
41億円。ねえ、さあ、今年あと興行収入、大きな興行収入取れそうな映画っていうと、キングダムのね、新作がまた7月ぐらい、5月か7月だかありますから、まあそれとね、ちょっとこう、興行収入争いをするようなとこまで、もう来てしまいましたね。まさか変な家が、ここまでヒットするとはね、もう誰も予想できなかったんじゃないかな。変な家、もう6週目ですけど、6週目にして41億ですから、すごいですよね。まあ、もっとも、名探偵コナンは、2週目にして65億円ですからね。やっぱ化け物ですよね。はい、まあそんな感じで、他には、ドラえもんがあり、あ、オッペンハイマーはね、4週目ですけど、3位から7位転落。まあ、買い付け価格がどうだったのかわかんないんですけど、ビターズエンドはね、これ、買い付け価格回収できたんですかね。どうなんでしょう。オッペンハイマー。もうちょっとね、日本ではね、ヒットするかなと、まあ、大ヒットぐらいまで行くのかなと思ってたんですけど、なんか思ったほどでもなかったね。やっぱり上映時間が3時間っていうのがね、ちょっとハードルが高かったですかね。あと、まあ、無駄に難解なんですよね。難しいんですよ、内容が。もうちょっとなんだろうな、まあ、原爆をアピールしていくべきだったのか。まあ、でもあんまり原爆強調しすぎると、また、上映中止運動だとか、右翼連中がね、暴れそうな感じもしますから、まあ、腫れ物を触るように扱ったんですかね。だけど、まあ、買い付け価格がどのぐらいだかわかんないんですけど、配給元のビターズエンドは、ちゃんとこれ回収できたんですかね。あと4月になれば彼女の輪が残ってますし、またゴジラマイナスワンがアカデミー賞効果でね、またこのランキングしているということで。いや、ほんと素晴らしいですよね。ゴジラ。だからこのように、売れる映画はね、めちゃくちゃ売れるのに、売れない映画はね、今一つっていう、もう結構二極化してますよね。で、何が売れるかね、ようわかんないですね。だって変な家とオッペンハイマーだったら、オッペンハイマーの方が売れるんじゃないって僕は思ってたんですけど、まあさすがにそれはないか。それないか。ねえ。クリストファー・ノーラン。まあ、なんだかんだ言いながらクリストファー・ノーランって、玄人受けする監督なんですよね。この、年に1本か2本しか映画見ない人たちからすれば、クリストファー・ノーランって、まあこう、あんまりこう、見たい監督にはならないというかね。まあ優先順位はかなり低いんでしょうね。まあある程度のこの濃い映画ファンであれば、このクリストファー・ノーランの映画もね、初日に駆けつけるんでしょうけども、まああんまりこう、庶民的ではないというかね、一般受けしない感じですかね。特に若者受けしそうもないですからね。はい、まあそんな感じでいかがだったでしょうか。さあ、このね、名探偵コナンが、どこまでね、記録を伸ばせるのか、楽しみですけど、まあ来週どうですかね。まだ、今週がもう19億でしょう。先週が確か33億円ぐらいで、19億。次回、15億ぐらいになっちゃうのかな。14億。まあ、あと、スクリーン数もね、かなり減らされては来るでしょうから、新作がどんどん出てきますからね。さあ、この上位を脅かす新作が、今週は公開されるのかというとですね、まず何と言っても、大本命はこちらでしょうね。ゴジラ・コング、新たなる帝国ということで、まあ、フィルマークス評価あんま高くないな。まあ、正直ね、このゴジラ・コング、まあ、あんまり個人的にもね、まあ、あんまり期待はしていないですね。まあ、そもそもね、ゴジラ、ハリウッドのゴジラ映画って面白いと思った試しがないんですよ。で、そこに、この、キングコングが出てきたりとか、モスラが出てきたりとかね。で、なんか、この、まだこの予告編によれば、なんかもう一つぐらい、このゴジラとコングにとって最強のライバルみたいのがね、出てくるらしいんですよ。だから最初はね、この両者、ゴジラとコングはね、殺し合いというか、大喧嘩するわけなんだけど、最終的には、そのライバルを倒すために手を取り合って共闘するっていう形になるんですかね。まあ、この手のね、いわゆるバーサスものですか。
このゴジラ対コングとかさ、フレディ対ジェイソンとか、エイリアン対プレデターとか、まあその手のこうモンスターとかクリーチャーが対戦するような映画ってもう共通点がございましてね、人類邪魔っていうね、人間が邪魔っていうね人間いらないみたいなね、なんかねそこにクソみたいなねくだらない人間ドラマを入れてきてねテンポ悪くするんですよ。まあおそらくこの作品もなんかそんな感じしますからね。結構ほらいろいろこうキャスティングされてるじゃないですか。それもさ民族いっぱいいそうなね民族ですよね。どうなんですかね。脚本も3人もいるよ。で、フィルマークス評価は 3.6 だから、まあ、正直見た人たちはそこまで高い評価をしていないという、いつものバカみたいにバカな映画、まあ、おバカな映画ですかね。大金を投じてバカ映画みたいな、そんな内容になるんじゃないかな。まあ、一応見に行く予定ではありますけどね。見に行く予定ではありますけども、期待はしていないですね。まあ、でも、なんだかんだ言いながら、来週の、どうだろう、2位にはつけてくるのかな。2位か3位にはつけてくるでしょうね。どうだろう。まあ、ライバルはブルーロックじゃないですかね。当面のライバルは。4億5000万ぐらい稼いでいますけど、4億6000万か。次回、来週ブルーロックが、まあ、4億円切るぐらいなるかな。3億円台になるとは思うんですけど、さあ、このね、ゴジラが、3億円超えを果たせるかどうかってとこですね。まあ、ゴジラがブルーロックを下せるかって言われるとどの、ちょっと全然想像つかないな。一応じゃあね、これが次回の2位と、2番手と、まあ、予想しておきましょうか。2位です。つまりブルーロックは上回るのではないかと思います。まあ、スクリーン数にもよりますけども、まあ、あとほら、IMAX とか 4DX でこれやるからおそらく扱われると思うので、まあ、ブルーロックスはね、超えてくるんじゃないかなとは思いますね。スクリーン数もかなり多そうですもんね。まあ、その分コナンがね、ちょっと削られるのかな。もう逆を言えば、コナンがあまりにもこう、席を取りすぎて、まあ、本来であれば、ゴジラコングもうちょっと席ね、座席数が取れるところをコナンにちょっと食われちゃったみたいなね感じになるかもしれませんね。はい。で、あと何がある？リバウンドという映画がありますね。これは韓国の映画？角川プラスが配給ですか。バスケットボールの、まあ、青春ドラマといったとこですかね。まあなんかこう、人気のある役者さんが、出ていれば、ってことですかね。上映もね、それなりに、どのぐらいの規模なんですかね。角川系か。角川シネマ。まあ、角川が配給ですからね。有楽町の角川。このビッグカメラのね、上の階にある映画館ですけども。あと、シネマロサ。まあ、全国的にどのぐらいの規模でやるんですかね。公開規模で。あとは、これもまあ、入ってくんじゃないかな。キングオージャーバーサスドンブラザーズって、ねえ。もうちょっと僕には何のこっちゃさっぱりわからないんですけど、ドンブラザーズって何ですかねえ。まあ、東映ビデオ、ね、東映なので、まあこれもおそらく入ってくるんですかね。日本立て、キングオージャーバーサス恐竜ジャー。っていうのもあるみたい。まあ、いわゆる戦隊ものですよね、これね。なるほど。まあ、これは、まあ、ゴールデンウィークですし、これが2位なん、下手すればこれが2位になるの？まあ、公開関数次第か。ねえ。どうなんですかね。公開関数次第では結構上位に来る可能性高いですよね。
はい、まあまあ、来週ね、上位に食い込んできそうなのはそこら辺でしょう。で、今週もね、あんまりたくさん、17本か、まあそこそこですね。個人的に、注目しているのはこちら、悪は存在しないということでね、浜口竜介監督の、ドライビング・マイ・カーですかの監督さんですね。こちらです。これはね、見に行きたいなと思ってますね。まあ、とにかくね、浜口監督、今までいくつか映画見たんですけど、とにかくシナリオがうまいんですよね。さあ、果たしてこの映画どうでしょう。評価も高いですね。評価も高い。まあ、なんつってもね、浜口監督はね、シナリオが素晴らしいですからね。脚本も浜口竜介。まあ、これはもう、間違いなく僕もこれはね、見に行きたいなと思っております。そして個人的にこちらですね、これも興味があるんですよ。マリウポリの20日間ということで、実力マリウポリの20日間。なんでサブタイトルとこれ被ってるの、どういうことですかね。これドキュメンタリー映画なんですけど、これね、今年のアカデミー賞ですね。先日のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門の受賞した作品なんですよ。はい。これはね、ちょっと見に行こうかなと思っております。フィルマークス評価もね、めちゃくちゃ高いですよね。これどこでやるんですかね。これどこでやるの？東方シネマズ日比谷ほか、全国緊急ということでね。東方シネマズ日比谷とかでやるんですね。そうか。じゃあこれもね、ちょっと見に行こうかなと思っております。で、あとは何がある？あ、これもね、ちょっと興味がある。エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命ということで、まあ、いわゆるね、ユダヤ人街からボローニャ、まあ、イタリアですね、1858年、まあ、子供がね、誘拐され、息子がなんか誘拐されちゃうんですよね。なんか教会に取られちゃうのかな？うん、確か教会に、なんか洗礼を受けたから、教会がね、連れ去っちゃうんですよね。要するにユダヤの人街で暮らすことはダメ、まかりななんていうことで、許されないということで、子供をね、そのユダヤ人の子供を、まあ、拉致するっていうかね、勝手にこう、まあ、権限があるんで、枢機卿の命令なんで、一応、公的にはね、正当な権限でもって、連れ去っちゃったわけですよね。で、お父さん、まあ、両親がですね、息子を取り戻すために、まあ、あらゆる手を尽くすと、世論とユダヤ人社会に支えられて、モルタラ夫妻の戦いは、政治的な局面を迎えみたいな、教会とローマ教皇はますます揺らぎつつある権力を強化にするために、まあ、あだこうだいろいろやるというね、暗躍するということなんです。手を打つってことですかね。これ本当に起こった話なので、で、子供は絶対返さねえぞっていうことで、教会もね、もう意地でも返さねえぞみたいなね。むちゃくちゃですよね。だって、子供ですよ、これね。息子をさ、誘拐しといてさ、これキリスト教のやることですかね。時々このキリスト教とか、ね、まあ、宗教っていうのは、時々ちょっとこう理解不能なことをね、しでかしちゃいますよね。本当いつも思うけどね、あんなね、全裸、貼り付けにされた全裸のおっさんを信仰している人たちっていうのは、まあ、僕からするとね、本当に理解不能ですね。はい。でもこれちょっとね、面白そうなので、これは見に行きたいなと思っております。今週ね、結構見たい映画多いんですよね。あとね、ティファニーで朝食をが、4K、ね、リマスターということで。まあ、ヘップバーンのね、ある意味代表的な作品ではあるんですけど、正直この映画、どこが面白いのか僕にはさっぱりわかんないんですけど、ヘップバーンの映画はね、この系映画結構まあ、有名じゃないですか。ティファニーで朝食を。トルマン・カポーティの、原作小説の映画化なんですけども、まあ確かにね、ここに出てくるこの、ジバンシーで着飾ったヘップバーンはね、もう本当にもう天使というか、もう魅力的でね、確かに美しいんですけども、もう映像一コマ一コマがもうまるで芸術作品みたいな映画なんですけどね。あと、ムーンリバーね、ヘンリー・マンシーニ作曲の
ムーンリバー、あれももう歴史に残る、映画史に残る名曲ですけどもね。うん、確かにね、まあ、もう名作中の名作ではあるんですけど、正直あんまりこの映画ね、僕は面白いと思わないんですよね、これ。皆さんどうですか？まあ、ヘップバーンをね、見ていれば、見られれば幸せみたいな人にとってはね、すごくいいんでしょうけどね。まあ確かに、もうヘップバーン見てるだけでこの映画ね、それだけで十分ではあるんですけども、まあ、正直ね、ストーリーというか、あんまりこの映画、僕あんまり面白いと思わない。ローマの休日はともかく、これはちょっと僕の中ではピンとこないですね。ヘップバーンの中で一番好きな映画って、面白かった映画って言ったら何だろう。シャレードかな。うん、シャレードが一番好きかな。あれが一番面白かった。スタンリー・ドーネン監督のサスペンスミステリーですね。うん、あれが面白かったですね。ケイリー・グラントと共演していた映画ですけどもね。ヘップバーン。うん、あと、暗くなるまで待って。あれもね、サスペンス映画で、ヘップバーンが目の見えない女性を演じてましたよね。で、殺人鬼に狙われて、で、まあ、殺人鬼に襲われそうになって、家の中に籠城するんですけど、まあ、この目が見えない自分をね、有利にするために、家中の電球をすべて割っちゃったみたいな。だから家の中がね、真っ暗闇になって、犯人とはこれで対等の立場になるみたいなね。うん、だけどね、一つだけヘップバーンは、その電球、思わぬとこに電球があるのを忘れていたみたいなね。うん、なるほどなと思いましたけど。はい。これはね、そうね。シャレードの 4K だったらね、見に行きたいんですけど、ティファニーね。まあ、ちょっと見たいかなっていうのはね、ないわけではないんですけど、はい。そして、はい、次これ。これはね、トカナン県のように、ね、エクストリーム、トカナン県のように思われがちですけど、アルバトロスフィルムでしたね。キラー怠け者。ねえ、これ、こういうことやってるのって、トカナですよね。エクストリームがこういうのを今まで散々やってたんですけど、なんかアルバトロスがなんかパクってきましたね。うん。今回はね、怠け者が、殺人鬼ということで、キラーになるというね。まあもう何でもありになってきましたね。ここまで来るとね。あらすじ。殺しは怠けないという、もう出落ち感たっぷりなんですけど、どうなんですかね、これ。フィルマークス評価 2.7 っていうことで。もう完全にね、もう出落ち狙いみたいな。まあ、見るかどうかちょっとね、悩むところではありますよ。はい。そして、ハードボイルドレシピ。こちらも日本の映画ですね。海外のある犯罪組織が日本進出をスタートし、裏社会が緊迫する年の暮れ、組織は争いを最小限に抑えるべく、悪党専門のボディーガードを用意するといった内容ですね。どんな映画なんだろう。悪党専門のボディーガード、VS 凶悪三姉妹悪徳刑事。ちょっとこう、バトルロワイヤル的なね、悪人たちのバトルロワイヤル的な、アクション映画ということで、まあ低予算なんでしょうね。フィルマークスも 3.7 と、どうなんだろう。シネマート新宿。悪い意味でベイビーワルキューレが見たくなる。今一つってことかな。低予算。血しぶき少なめのタランティーノ。そうですか。微妙。で、個人的にはこれが興味ありますね。まあ僕もミステリー作家ってこともあるんでしょうけど、まあいわゆる飯塚事件っていうね、子供を殺しちゃった、おっさんの死刑囚で、もう死刑執行されましたよね。飯塚事件、飯塚市で起こった、事件だったのかな。はい、このドキュメンタリー映画なんですけど、158分と長いんですよね。これ NHK の番組だったのか。なるほど。要するに、何回かに分けて、番組がね、放映されたのを、まあ、一本の映画に編集してまとめたってことなんでしょうかね。なるほど。まあ、こういうね、
ちょっと冤罪事件っぽいんですよ。どうも冤罪じゃないかって言われてるんですよね。で、僕もね、ドイスデカとか小説の中で冤罪事件を扱っテーマに扱ったことがあるんですけど、まあ、その時はね、遺族の、加害者家族にちょっとスポットを当てたんですよね。加害者家族、うん、まあ、そもそもどうなんですかね。あとは加害者家族じゃない、被害者遺族ですね。被害者遺族にスポットを当てたんですよね。どうなんですかね、この手の事件、飯塚事件の、まあ、いわゆる遺族ですよね。で、まあもう死刑判決が、犯人が捕まって有罪判決が出て、死刑判決が出て、もう死刑まで執行されちゃったんですよ。で、今なって冤罪ではないかって言われてるんですけど、でも遺族の方たちからすれば、これ冤罪なんてもうとんでもないことですからね、あってはならないですよね。だって自分が犯人だとずっと思い続けてきたやつが実は無罪だったってなっちゃった場合ね、え、遺族は、被害者的な立場の遺族は、もうその瞬間からですね、その人が冤罪だったってなった瞬間から、罪もない人に唾を吐き続けてきたってことになりますからね。いやー、まあなんともちょっとね、切ないというか、やりきれないような。まあもう警察、捜査に当たった警察も、そいつが犯人だと、もう言うしかないですよね。警察、検察、裁判官。もう、いやいや、もう間違いなくそいつが犯人だと、思い込むしかないし、信じるしかないし、そう主張するしかないですよね。でも、いろいろ調べている、例えばその死刑囚の弁護士だった人とか、その関係者とかは、いろいろとね、これはおかしいのではないかということで、まあ、今回ドキュメンタリーとして検証されていく。これは私たちの羅生門っていうね、これなかなかいいですよね、この表現。羅生門っていうのは、まあ、芥川龍之介の藪の中っていう作品を、黒澤明監督が映画化したわけなんですけども、いわゆるね、多視点でいろんな人がある事件をいろんな人の視点で描くんですよね。でもこの同じ事件なのに見る人によって証言や解釈が変わっていくっていうね、そういう形式の作りになってるんですよ。だからこの映画もそうなんでしょうね。この事件に関与した人たちね、あの死刑囚は絶対に犯人だっていう人もいれば、いやいやあれは冤罪に違いないっていう人もいるし、人によってね、考え方とか見方って見え方っていうのがコロ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 変わっていくんでしょうね。非常にね、個人的には、興味深い映画なので、確かこれね、ユーロスペースで、ユーロスペースで予告編かかっていた渋谷の、こちらね、見ようかなと思っております。こちらは革命する大地、これもドキュメンタリーですね。これは何のドキュメンタリー？ケーズシネマ。ペルーのドキュメンタリー。ああ、ペルー現代史。ペルー現代史。何が？ああ、いわゆるクーデター。ベラスコ大統領率いる、いわゆる軍部革命政権によって交付された農地解放。改革法はそれまでのペルーの土地と市民権をめぐる闘争に大きな変革をもたらした。ベラスコ大統領は先住民を反奴隷状態から解放した英雄と見る人と、彼が解体した、地主下等制に不満を持ち独裁者と見る人とでペルー国内を二分する存在と。なるほど、このベラスコ大統領をとの、ここら辺の1960年代の、まあ、ペルー革命を描くドキュメンタリーということですかね。あんま、僕もちょっとあんまりね、ペルー詳しくないんですよね。まあでもここら辺ほら、ペルー、お隣はチリとかだとね、ピノチェト大統領という、まあ、ピノチェトという独裁者が生まれましたけどね。ペルーにも独裁者がいたんですね。フジモリ大統領っていたよね、日系の。あの人ペルーでしたっけ。ちょっとでもね、なんかやっぱりこういう南米のね、現代史っていうのもちょっと興味あるかな。もしかしたら見たい、なんかでも見たい映画の一つですね。最近ね、僕結構現代史って興味があるので、
これ、夜明けへの道、これもドキュメンタリーなんですね。ミャンマーのドキュメンタリーと。あー、これはミャンマーっつったら、あの女性、アンサンスーチーさんですか。これもクーデッター、アンサンスーチー、あー、最後の民主カウン、そうね、これも KF シネマ、これも興味ありますね。やっぱり現代史ですからね。いや、見たいが多いなぁ。と、まあ、こんな感じで、あと、ここね、あと、このね、システムクラッシャーっていうのもね、気になっているんですよね。このね、少女ベニーは幼少期に父親から受けたトラウマを背負って、手のつけない暴れん坊となってしまった。まあ、それをね、なんとかサポートすると、メンタルサポートをするみたいな、お話らしいですよ。うん。まあ、すごく劇場型で、まあ、非暴力トレーナーっていうのがいるんですね。のミハは、自分とベニーの二人きりの、森深くの山小屋で、三週間の隔離治療を受けさせることを提案。あ、まあ、人間ドラマ、サスペンスとかではなくて、どうも人間ドラマのようで、これドイツ映画なんですね。これもちょっと見たいね。これどこでやるんだろう。イメージフォーラム。渋谷イメージフォーラムですね。ちょっとね、なんかね、ここに来て、結構ミニシアター系ではね、ちょっと見たい映画多いですね、今週は。今週見るのは、まあ、とにかくキングコングはしょうもないけど見る。で、悪は存在しない。マリウポリ、これエルガルド・モルターラ、正義の行方、あとこのドキュメンタリー2つと、システムクラ、まあちょっと全部見るのはね、不可能なんで、まあどれかを絞るしかないですね。皆さんは何を見たいですかね。まあ、見たい順番からいくと、まあ、悪は存在しない。ここのね、マウリポリ、エルガルド、正義の行方。ここの4つはね、もう同じ、第1位ですね。同じぐらい全部見たいと。まあ、キングコングはね、どっちでもいいんですけど、まあ、一応これはね、見ておきます。はい。まあ、そんなわけで、全米も見とこうかね。全米ランキング。はい。全米ランキングはね、4月第3週の北米映画市場では、週末3日間の興行収入ランキングのトップ10に、新作4本が登場したんですけども、引き続き低調に推移する結果となってしまいましたということで、第1位はね、前回と同じく A24 ですね。キルスティン・ダンスト主演、アレックス・ガーランド監督のシビル・ウォーということですね。週末3日間で興収1100万ドル。同スタジオで最高額と言われる制作費5000万ドルに対して、累計興収は4400万ドルを記録していますと。A24 としてはね、最高額らしいですね。この映画が制作費。5000万ドル。ちょっと50億、75億円、え？いくら？ 75 億円ぐらいですかね。75億円ですか。すごいですね。で、制作費5000万ドルで、今のところ北米だけで4400万ドル。制作費近く稼いでると。まあ、実際損益分岐点ですね。あの、ほら、いろいろとね、あの、制作費5000万ドルだから、5000万ドル稼げば、プラマイゼロかって、そんなことはなくて、宣伝広告とか、あと劇場に払うお金とかね、ありますから、だいたい3倍ぐらい稼がないと、損益分岐点には乗らないんですよ、制作費の。ということは、1億5000万ドル上げないといけないと。まあ、もちろんね、全世界で公開されますから、もちろん全世界興収ってことになるんでしょうけど、どうなんですかね。2週目で、まあ、制作費近くだから、まあ、なんとかなってはいる。大丈夫なんじゃないですかね。そして第2位が新作です。
1936年制作の女ドラキュラをリメイクしたアビゲイル、犯罪グループの6人が裏社会の権力者の娘であるバレリーナの少女を誘拐しますが、やがて彼女がヴァンパイアであることが明らかにと。面白そう、そうなんですね。スクリーム6のマット・ベネ、マット・ベティネッリ・オルピンとタイラー・ジレットが監督を務めています。制作費2800万ドルに対して、週末3日間で公衆1000万ドルということですね。なるほど。で、4位にね、またもう一つ初登場があります。ヘンリー・カビルが主演を務めたガイ・リッチー監督作品ザ・ミニストリー・オブ・アンジェントルマンリー・ウォーフェア、どういう意味だかさっぱりわかりませんけど、北アフリカでナチス・ドイツの U ボートの補給を妨害するという第二次世界大戦中のイギリスの極秘作戦、ポストマスター作戦をコメディータッチで描いています。制作費6000万ドルもかかってるんだね。すごいね。そうなんだ。週末3日間で公衆900万ドル。これ厳しくないですかね。大丈夫なのかな。はい。でね、ちょっと驚きましたけど、日本のアニメからですね、なんとスパイファミリーが、北米5位にデビューしました。英語吹き替え版で上映されて、週末3日間で公衆480万ドルを稼ぎ出しました。スパイファミリーはね、画風も、まあ、ヨーロッパが舞台ですし、画風もなんとなく欧米人受けしそうですよね。ストーリーも。ね、アクション性もなんかこう派手ですし、これアメリカ人とかに受けるんじゃないかな。というわけでね、いきなり5位に入ってきましたね。素晴らしい。と、まあこんな感じで、はい。全米は、ちょっとね、スパイファミリーがね、個人的にはびっくりしましたけども、アビゲイルってちょっと見てみたいかな。なんか面白そう。まあ、あとこの、ザ・ミニストリー・オブ・なんちゃらなんちゃら。これもね、個人的には日本で公開してくんないかなーって思ってます。どうなんでしょうね。なんと、本当かよこれ。目黒蓮、佐野優とトリリオンゲーム映画化決定ってマジ？そんなに視聴率良かった？あれ、結構視聴率こけたんじゃなかったっけ？もう最初から映画化が決まってたんですかね、これ。もう映画化をやるってことで、まあ、話が進んでたってことですかね。あの視聴率でやるか？はい。と、まあ、こんな感じで。ね、全米も、やっぱりこう、日本とアメリカのね、興行って全然違いますね。うん、まあ、スパイファミリーがね、入ってきたのは、ちょっと日本人としては嬉しいですもんね。はい、というわけでね、毎週これミニシアターも見とこうか。はい、こんな感じ、ずらっと来てますけども、新作は1本だけですね。マンティコアということで、2014年の劇場デビュー作、マジカルガールで第62回サン・セバスチャン国際映画祭グランプリ&監督賞を受賞したスペインの奇才、カルロス・ベルムトがゲームデザイナーの青年が思いもよらない怪物を作り出してしまう姿を独創的なストーリーと予測不能の展開で描き、人間の心の闇に踏み込んだアンチモラルロマンスということで、はい、こちらね、もう僕も鑑賞しておりまして、レビュー動画上げておりますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。こちらがね、今週初登場第5位ミニシアターですね。そう、これが入ってきましたか。なるほど。あとは見てないね。まあ、個人的にはこのね、フォロイングをね、見とけばよかったかな。まあ、今週はね、またね、ちょっと見たい映画が目白押しなんで、ちょっとね、周回遅れの映画に目を向けている暇がもうありませんね。そしてね、ちょっと気になるというか、今年、今後のね、ホラー映画ですね。ブレアウィッチとか最終絶叫計画再起動ということで、シネマコンで発表された
ホラー作品最新情報を総まとめということで、まずはですね、ライオンズゲート、ブレアウィッチプロジェクトのリメイクということでね、もうモキュメンタリーのね、フェイクドキュメンタリーの、まあ、走りといいますか、まあ、まあ、昔からね、いわゆるファウンドフッテージものですよね。これって、これが、まあ、講師始まりだったんですかね。この、まあ、どちらにしても、この、ブレアウィッチによって、いわゆるファウンドフッテージものっていうのはね、ブームが巻き起こったということで、金字塔的な作品ですね。まあ、当時僕もね、これ見たことあるんですけど、まあ、正直、今これをやったところで、もう誰も、驚きもしないし、もうね、散々フェイク、いわゆるこれ、ファンドフッテージホラーって、もう散々作られちゃったんでね、今更これをね、リメイクしたとこで、どうにもならないと思うんですけどね。ちょっともうね、時代の流れ、別にね、これブレアウィッチプロジェクトが、作品が優れていたというよりは、当時、このファウンドフッテージホラーが斬新だったわけですよね。それが前提なんですよ。その前提となっているファウンドフッテージホラーが、もう、本当に斬新っていうか、みんなこんなのがあるんだっていうことで、ちょっと今まで見たことない映画ということでね、大ヒットしたわけなんですけども、それをね、リメイクで今やったとこで、誰が見るんですかね。はい。こちら、ザ・ストレンジャーズ・チャプター1ということでね、またなんかチャプター1とかついてる。リブ・タイラー主演のストレンジャーズ・戦慄の訪問者続編、ストレンジャーズ・地獄からの訪問者と安全なはずの自宅で正体不明の訪問者に襲われる恐怖を描く、ストレンジャーシリーズ。これ見たかな俺。ちょっと覚えてないんだよね。一作目見たかもしれないけど、リブ・タイラーでしょ？リブ・タイラー。見たかなこれ。一作目はもしかしたら見たことあるかもしれない。続編のストレンジャーズ、地獄からの訪問者は、これは間違いなく見てないです。まあでもちょっと古いよね、これもね。まあ一時期こういうのは良かったのかもしれないけど、これも古いよな。次。ネバーレットゴー、行かせない。ハルベリーが主演プロデュース、クロール。凶暴領域のアレクサンドル・アジャが監督を務める奇妙で恐ろしいサイコホラー。これはリメイクではないの？登場人物は隔絶された森の中で暮らす母と、一度も森から出たことがない二人の息子。小屋に住む彼らには外に出るとき必ずロープを縛り付けなければならないというルールがある。その理由とは？これはオリジナルですかね。リメイク作品ではない。新たに発表されたホラーっていうことですね。なるほど。まあちょっと面白そうかな。次、ユニバーサルピクチャーズからはこちらね。スピークのイビル。ジェームス・マカボイ主演の、北欧初のヒューマンホラー。胸騒ぎのリメイク。ああ、ハリウッドでリメイク決定って書いてあったけど、これのことか。胸騒ぎはね、5月10日に日本でもね、公開予定。北欧のヒューマンホラー、胸騒ぎ。まあ、これもね、僕ちょっと見たいなと思ってるんですけど、もうこれがね、早くもリメイクができて、まあ、北米ではね、9月13日に公開予定ということで、はい。まあ、リメイクが作られるぐらいだから、胸騒ぎきっと面白いんでしょうね。これちょっとね、チェックしたいと思ってます。次、ノスフェラ2ですね。ライトハウスのロバート・エガース監督がメガホンで、まあ、吸血鬼と、まあ、ノスフェラ島っていうね。ラテン語でノスフェランっていうのは死なないものって意味らしいんですけど、まあ、そこからノスフェラ2ですか？はい。主演はウィレム・デフォー、ビル・スカルスガルド。ね、スカルスガルド兄弟ですか？ニコラス・ホルト。結構いい感じですね。ちょっと見てみよう。これ、ウィレム・デフォーが、吸血鬼になるのかな？ノスフェラトゥになるんですかね。ウルフマン。この狼男ですね。はい。狼男。リー・ワネル。
リー・ワネルはね、2019年に透明人間をね、これもクラシカルな、オカルトっていうかね、モンスター映画ですけど、それをこう、現代の技術で蘇らせた。これ結構怖かったですよ、この2010。まあ僕の動画でもレビューしてますけど、ぜひチェックしていただきたいんですが、これ結構面白かった。そのリー・ワネルですから、リー・ワネルがね、描いているということで、まあ、ソーシリーズなんかもね、リー・ワネルは手掛けてますけど、まあ、これは期待できるんじゃないですかね。狼男ですかね。ただもう、狼男もね、変身のいわゆるまだこう、CG がそんなになかった時代、狼男アメリカンとか、ハウリングっていうね、狼男が変身する絵がありましたけど、まあ、今なんかもうちょっと変身で、もういわゆる狼男の変身はもう今時にあんまり見せ場にはならないでしょうね。この他、ホラーからファンからカルト的な人気、を獲得したブラムハウスが手掛ける2作品の続編。はい、まずはね、5 Nights at Freddy's が2025年9月。そして、ミーガンの続編も2025年。二つとも僕はあんまり面白いとは思いませんでしたけどね。続編やるんだ。まあ、興行的には成功したみたいですけど、まあ正直ホラー映画としてはがっかりでしたね。そして、パラマウントピクチャーズからは、クワイエットプレイスデイワンっていうことですね。まあ、いわゆる、あれですかね。これ、いわゆるエピソード0っぽいですね、これ。クワイエットプレイスの、まあ、ちょっとエピソードゼロ的な話なんでしょうね。まあこれはね、まあ、日米同時公開ですって、6月28日。まあ、クワイエットプレイスね、すごい面白いとも思わないけども、まあそこそこ見れば楽しいホラー映画なんで、まあ一応これもね、チェックですね。最終絶叫計画シリーズ2025年の公開。これ2000年の作品なんですね。まあ、いわゆるホラー映画のパロディということで、実は僕この映画ね、見たことないんですよ。最終絶叫計画？まあタイトルは知ってましたけどね。実はね、まだ今まで一度も見たことないんですよね。世界的にもね、大ヒットしたんですって。その後5作が制作。へえ、知りませんでしたわ。そして、スマイル2ですね。はいはい、続編。スマイルの続編。これね、一作目、僕の動画でもレビューして、日本ではね、劇場公開がスルーされちゃったんですよ。だから配信で見たんですけども、あんまり面白くなかったな。僕の動画ね、レビュー動画ありますので、ちょっとチェックしてみてください。気になる方はね。まあ、正直あんま面白くなかったね。ウォルト・ディズニーからは、エイリアン。なんて言うんだ、これ。ルーマルスってのこれちょっと読めないんですけど。これはリドリー・スコットですか、これ。本作、監督は、フェデル・アルバレスね。はいはい、ドント・ブリーズの。どうなんですかね。まあ、楽しみですよ。エイリアンシリーズはね。基本楽しみなんだけど、まあ最近のエイリアンシリーズはどれもな、つまんないんですよね。もう頼むから何？エイリアンのルーツに迫るみたいな。映画、ストーリーはもうやめてもらいたい。もう別にエイリアンのルーツなんかどうでもいいんだよね。閉塞された宇宙空間で、まあ、人類とね、鬼ごっこ&かくれんぼ、デッドバイデイライトみたいな展開ね、展開が面白いわけであって、正直ルーツだとかそんなどうでもいいですね。で、ワーナーブラザーズからは、ザ・ウォッチャーズですね。なんと、エムナイト・シャマランの実の娘で、次女のイシャイナ・ナイト・シャマランが、同名小説を原作に脚本。へぇー。まあ、シャマラン監督の娘さんですね。ダコタ・ファニング。最近ダコタ・ファニングね、ちょっと見ますね。最近だとリプリー出てましたよね。
ガラス張りの部屋に迷い込んだ。同じく閉じ込められてしまった3人の男女と共に、毎晩何かに監視される。いわゆる監禁者、キューブみたいな話ですかね。まあ、シャマラン監督の娘だけに、まあ、シャマラン的な、ね、いかにもこのストーリーも、ナイトイム、ね、お父さん譲りなストーリーですからね。さあ、娘、どうだったんでしょう。で、本作のプロデューサーも務めるお父さんの方ですね。本家の方も、トラップっていう作品を引っ提げて、やってくれるそうですよ。本作に出演している長女で、歌手のサレカ・シャマランがその歌声を披露って、もう完全ファミリービジネスじゃねえのっていうね。はい、次。ビートルジュース、ビートルジュースっていうことで、はい。ティム・バートンのね、代表作、ビートルジュース。懐かしいね。1988年のホラー映画の続編ということで、ビートルジュース役を演じたマイケル・キートン、キャサリン・オハラ、じゃあ、モニカ・ベルチ・ウィルム・デフォー、そしてバートンが登壇ね。実はね、僕ね、これ、ビートルジュースは知ってますよ、タイトルもね。ティム・バートンだっていうことも、当時から存在も知ってましたけど、見たことないんですよね。有名な作品なんだけどね、見たことないんですよ。はい、まあそんなわけでね、ビートルジュース、まあ88年ですから、まあ80年代といえばね、ホラー映画黄金期でしたからね。まあその真っ只中でのビートルジュース、まあ当時もね結構話題にはなってましたけども、まあその36年ぶりの続編ということで、これはね、まあアラフォー以上、まあアラフィフ以上の人たちからすると結構楽しみなんじゃないでしょうかね。はい、そんなわけでね、いかがだったでしょうか。まあこれから、まあ大手のね、制作会、映画会社から発表された、まあホラー映画ということで、まあ手堅いですよね、全体的に。なんかこう、面白みに欠けるというか、ちょっと手堅すぎるんですよね。まあ例えば人気シリーズの続編とか、ね、ヒット作のリメイクとか、どうしてもそういうのがね、多くなっちゃう。で、対して一作目面白くなかったのに続編やっちゃうみたいなね。ファイブナイツ・アント・フレディ、ミーガンとかさ。ね、スマイルとかね。エイリアン。なんかね、そうね、今回このラインナップから見たいと思うような映画は、正直ないかな。むしろこのリメイクじゃないこの胸騒ぎが見たいですね。あとノスフェラトーかな、ロバート・エガス監督のね、また作家性が強い、ライトハウスがね、まあ、ようわけわかんない映画でしたから、なんか妙に作家性が強いだけの映画になっちゃうとどうなのっていうね。それ以外に見たいのは、まあ、あとはエイリアンですよね。エイリアンの新作がちょっと見たいかなぐらいで、あんま期待はしていないけどってとこですかね。さあ皆さんはこのラインナップの中で、何が一番見たいでしょうか。コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。はい、そんなとこで、まあ僕のチャンネルではこうやってね、毎週火曜日に興行収入とか映画ニュースを、まとめてお伝えするみたいなね。で、まあこの公開、今週公開される映画を見ながら、どの映画を 見るかみたいなのをみんなで考えるみたいなね、そういうコーナーやってますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。バイバイ。